はたたかゆきは、大分県日田市出身のプロ野球選手である。左投げ左だ。小倉高校では、2年時の1954年春から4回連続甲子園に出場。1954年春の選抜では決勝に進み、飯田城姫高の小さな大投手高田武氏と投げ合うが0から1で、完封負け、準優勝にとどまる。同年夏の選手権は1回戦で、 榎本喜八のいた早瀬田実に敗退。翌1955年春の選抜は2回戦で、坂崎和彦、山本八郎らのいた何和賞に2の3と競り負ける。何和賞はこの大会に優勝。同年夏の選手権も2回戦で、新宮校の前岡金也に完封を起死した。その後は、高校日本代表として、前岡、坂崎らとハワイ遠征も経験した。 1956年、西鉄ライオンズに入団。稲尾和久は同期で、高校時代は無名だった稲尾は契約金50万円、月給3万5千円で入団したのに対し、甲子園準優勝の実績を持つ畑は契約金800万円、月給15万円だった。入団時に、南海ホークスとの二重契約問題が発生し、春季キャンプ参加禁止処分が下された。 一年目は4月末から貴重な左腕として先発陣の一角に入り5月6日には近鉄を相手に初完封勝利を飾る。同年は西村貞夫と並ぶチーム最多の4完封を記録防御率1.68の好成績で7勝を挙げる。翌1957年は開幕第2戦で先発に起用されたが他チームに研究されて迷。 しかし1958年は6勝を記録し、リーグ3連覇に貢献した。同年の巨人との日本シリーズでは2試合に、リリーフとして登板。1959年には開幕直後に故障もあって、先発を外れるが、翌1960年には復活、チーム最多の51試合に登板し11勝と、自身初の2桁勝利を挙げる。1961年は、 チーム最多の32試合に先発し、稲尾に次ぐ自己最多の13勝を記録。1963年も13勝を挙げ、入団後の実績は稲尾に水をあけられつつも、西鉄黄金時代の一翼を担う。1963年の巨人との日本シリーズでも2試合に登板。1965年には中日ドラゴンズへ移籍するが活躍の場はなく、 同年限りで引退した。その後は焼き鳥屋を経て、とんかつ屋を経営している。エッセイストの畑正則はいとこにあたる。ありがとうございます。